ダートトライアル、はい、それは荒々しい野生に満ちた男のスポーツです。つい10年前までラリーの陰に隠れて細々と行われていたこのダートトライアルも、今では JAF スピード行事競技として確立され、ローカル競技から完全に独立したモータースポーツの一ジャンルとして発展しています。コースを揺るがすエキゾーストノート、コンマ1秒を争うダートトライアルの魅力は一体何でしょうか。ダートの一番の面白さって何ですか。そうですね、やっぱり全開で飛ばしていく方がですね、参った参った全然曲がんねえよ、最悪だね、自分のドライブも最低。でもこういうのも楽しいんじゃないですか。楽しいね、楽しいけど難しいね。でトライアルの場合はいかにそのお金をかけないで自分の好きな車をいかにうまくコントロールするってことだね。で作るにしても一番安い仕様で、その楽しい、そのなんていうか、なんていうんですかね、車でできるスポーツですか。こんにちは。やっぱり誤解ですね。いや、そういうことないんですけどね。あとはやはり楽しいもんですね。いや、さすがですよ。いや、そういうことないんですけど、やっぱりレースやるサーキットレースのね、はい、レーシングカーで、はい、時速270キロっていうことね。そうですね、やはりダートっていうのは特にやはり楽しいんじゃないですか。乙平選手の場合どっち乗っても速いから。いや、そういうことはないんですけどね、やはりこれからやはり日本のこういうモータースポーツっていうのは、ダートトライアルとかそういうあれに向いていくんじゃないかなと思うんですけど、でやっぱり若い人とね、はい、とつきやすいしね。そうですね、大体2分ぐらいの勝負で。そうですね、一番ね、このなかなかうまくいかなかったりね。そうですね、一番楽しいと思うんですけどね。はい、まあ、これからどんどんあれなんですけど、まあ、今日はね、ダートのこう、はい、パルサの FF とかね、はい、いろいろ使ってダートのテクニックやりますんで、一つお付き合いよろしく。いやいや、こちらこそよろしくお願いします。ダートトライアルは非常に手軽に楽しめるモータースポーツですけども、それにはやっぱりドライビングテクニックというものが大事になります。まずフロントエンジン、リアドライブの車、FR 車ですね。これが例えばこういう小さなカーブに入ってきますと、この地点でアクセルを全開にしますと、路面が滑りやすく、それから、エンジンを、パワーを全部伝えるわけですから、簡単にこう後輪を流してですね、カーブを
回ることができると、いわゆる車の姿勢をアクセルで変えることができますね。FF 車、フロントエンジン、フロントドライブの車の場合、同じこの視点でアクセルを全開にしますと、駆動輪が前輪ですから、どん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 外へですね、こう、はらんだような大きなラインを描く、走りになると。これがこの2つのステアリング特性の違いなんです。この2つはですね、やはりサスペンション、その他のセッティング、それからあなたのドライビングのテクニックによって多少異なってきますけども、あくまで基本がこれだということです。FR 車のサニーの場合は、ハンドルを切り込んだら、なるべく早めにですね、アクセルを全開に近づけると。ご覧のように、後輪が大きく流れて、いわゆるパワーオーバーステア、パワードリフトですね、これに簡単に導くことができます。ご覧のように進行方向に対してハンドルを逆に切って、いわゆるカウンターステアを当ててコントロールしています。 FF 車の場合はアクセルをオンすればフロントのタイヤがどんどん駆動輪が外へ、いわゆるドリフトアウトするわけですから、それは束に出てフロントが外へ流れてもですね、意識的に中であまりハンドルを切り込まないで、なるべくハンドルの切り角を少なくしてですね、コース幅をいっぱいに使うという、ご覧のようにコースの出口ではですね、かなりアウト側に膨らんでいますが、無駄なハンドル操作をしないということですね。どうもお疲れ様。FR の、はい、今のサニーと、はい、それから、FF のパルサーね、はい、これの、操縦性の違いみたいなもの。操縦性ですか、はい、操縦性って言いますと、やはりですね、 FF と FR の違いって言いますと、 FR の場合ですとギアがですね、ある程度パワースライド意味っていうような感じになるんですけどね、で FF の場合ですとやはり前輪駆動ですから、その辺はやはりアンダーちょっとそういう特性を持ってますけど、フロントのタイヤが外へここで流れてる。そうですね、はい。まあどっちにしても乗りいいでしょうね。そうですね、やはり FR の場合ですとね、まあものすごい初心の方でも誰でも乗れるような感じですし、うん、で FF ももう今のセッティングではそんなに、昔言われたような悪い癖っていうのはもうないでしょ。そうですね、もうほとんど今は完成されていますから、パルサにしても、まあ、サニーにしても大変いい車だと思いますし、初心の方でもね、すぐ乗ってもすごく乗りやすいっていうような感じですね、はい。まあそれぞれその長所がね、そうですね、違ったところにある。特にあのパルサの場合、 FF はまあ例えばこのダートのコースの例えば雨の後だとかドロンコになった場合ね、非常に前輪で引っ張っていく機構だからね。そうですね、そういう魅力を持った車ですからね、割と早いタイムも出る、ね、そうですね、はい。さて、この豪快なサニー・パルサーの走りっぷりはチューンナップに支えられています。両者とも国内競技車両規則の特殊ツーリング、すなわち TS クラスの改造を施した車です。ではダート走行にはどのような改造が必要か見てみましょう。サニー・パルサーに搭載されているエンジンは A14 型で、最高出力は125馬力にも高められています。エンジンは空気とガソリンを混合したものに着火し爆発させ、この力で車を動かすのが基本的仕組みです。ではどうしたらパワーアップできるのでしょう。単純に言うと、シリンダー内の爆発圧力を強くすればよいのですが、それにはより大量の空気とガソリンの混合気を吸い込み、爆発圧力を高め、
そしてなるべく高回転までエンジンが回るようにすれば理想的なわけです。そのためにはコンロッドの研磨、シリンダーヘッドのポート研磨、ピストンクリアランスやベアリングのオイルクリアランスの調整など精密な組み立て作業が必要です。さらにオプション部品として用意されているツインキャブレターなどに交換してください。オプション部品としてはご覧のような軽量フライホイール、ピストン、カムシャフト、バルブなどが用意されています。エンジンに次いで重要なのはサスペンションです。ダートコースを走行する場合、ピッチングやローリングを抑え、走行姿勢の乱れを速やかに抑えるためにサスペンションのスプリングやショックアブソーバーなどもオプション部品に交換します。パルサー用に用意されたオプション部品、スプリングとショックアブソーバー、こちらはサニー用に用意されたものです。これで足回りは安全です。FR 車に取り付けるリミテッドスリップデフ、これにはこのようなクラッチ盤が入っていて、これによって生ずる摩擦力が左右両車軸間のスリップを食い止めようとする働きをするので、普通のデフのように片輪が空転すると片輪が停止するというようなことがなく、後輪の駆動力を効果的に発揮させます。これまで見てきた改造の他にリアアームの補強、アンダーガード、デフガードの取り付けも行ってください。これであなたの車もTS クラスに出場することができます。 TS クラスはダートトライアル競技の中でも最も出場台数の多い人気の高いクラスで、いわばダートトライアルの花です。安全により速く走るためには完全で正確なチューンナップが必要です。技術の日産が皆様のお手伝いをいたします。改造に必要なオプション部品の購入やチューンナップについてはご覧の日産の各コーナーにご相談ください。ダートトライアルでやっぱりこう思い切って走るにはね、まずこう歩いてコースを覚えますよね、はい、それから路面を見て土の質だとかこうなんかこういろいろこう研究する、はい、そのやり方って言いますかね、注意点って言いますかね、それはそうですね、やはり傾斜がついてるバンクだとかですね、あ、なるほど、そういうところを見ながら走るとか、はいはい、あと内側にはやはりそのデコボコがありますからね、はい、その辺を注意してよく一番最初から走るときはそういうところを見てもらったら良いと思いますけどね、はい、今前に見えてきたこの左カーブですよね、はい、このコースをここからダーッと走ってきて、こういうブレーキ踏むなりギアダウンなりしてね、はいはい、こう入るんですけどね、はい、前が全然見えないでしょ、そうですね、何度も路面が悪そうだし、はい、このやっぱり歩いてるときにどういうことを注意してみとけば、そうですね、コース幅とかですね、はい、まあ、この次にどういうカーブがあるとか、はい、あと路面の状態ですね、はい、硬いか柔らかいか、はい、そうすることによって目で判断しておけばもう本番になったときすぐ描いておけばものすごく早く走れるってことなんですか、なるほど、ギャップを通過する場合にはフロントのサスペンションが伸びているときに通過するというのが基本なんですね。そしてできればギャップにタイヤを入れないと、しかしどうしてもしょうがないときにはちょっとご覧ください。
これは悪い例なんですが、フロントの二輪ともドカンと、しかも前傾姿勢で車が飛び込んでいるという最悪の状態ですね。よくテクニックで、ブレーキをポンと立ててですね、次に、今度はアクセルオンによってフロントを持ち上げるという走り方をするんですが、ご覧のように、慌ててブレーキを踏みすぎてですね、タイヤをロックさせます。そのまんまフロントが縮んだままですね、サスペンションが沈んだままギャップにドカンと入っている、本当の最悪の状態ですね。同じように、走ってきて次はギャップを発見して手前でですね、右に逃げます。そうして片輪だけで行けば非常にチョックが少ないという、ご覧のような非常にいい走り方ですね。ここにある私はかなりね深いんだけどね、はい、すごいすごい、今みたいにね、やっぱりこんだけ深い私だとそこにタイヤを入れて走った方がいいということ。そうですね、もうこういう輪立ちを外しましたらですね、周りが柔らかいもんで、やはりレールの中を走ってもらったのが一番大切だと思うんですけどね、うん、やっぱりその走ってないところでタイヤ入れちゃうとぐちゃっとあの柔らかくてハンドルが取られたりということ。そうですね、そういう、じゃあもうこれに沿って走っていくのはセオリーということね。そうですね、一番大切ですね。ダートコースを走る場合に注意しなきゃいけないのは転倒なんですけども、どういう時に転倒するかと言いますと、例えばこれ FR 車ですけども、カーブに入ってきて急激にアクセルを開けると、後輪を流して進路方向を変えた場合ですね、極端に、後ろが流れてしまってイン側にこう向いてしまう、この場合に路肩にですね、土の盛り上がりがありますと、それにフロントタイヤを乗っけてしまう。ここで遠心力がかかってますから、イン側が浮いてこういうふうに転倒してしまう。もう一つ FF 車の場合ですね、同じようにカーブに入ってきまして、ここでアクセルを急激にポーンと戻す、フロントに荷重を移動させて後輪を流すといういわゆるタックイン現象ですね。これを利用して走った場合も同じように急激に進路が変わりすぎますと、同じようにその路肩の盛り上がりに乗っけてしまうと。ですから路肩に盛り上がりがあればそれを避けて、走るというコーナリングラインをですね、自分で決めて安全策を取って走ることが大事です。普通ダートコースでは車が何メートルも飛んでしまうようなジャンピングスポットはないんですが、一応これからお見せしますのは、まず最初に悪いジャンプですね。これはジャンプの飛び出しの路面が右下がりであったため、ご覧のように飛んだ瞬間からもう右に傾いたままですね、着地します。これではサスペンションを痛めたりしますから、なるべく車をまっすぐにして飛ばせるということですね。それにはやはり、これからご覧に入れるように、ジャンプをする場所、ここをなるべく水平なところを選んで飛ぶということですね。それから、一見豪快に見えますが、どちらかというと、少しスピードを落とし気味にですね、走った方がいいと。豪快必ずしもいい結果が生まれないということですね。ご覧のようにいい踏切台を選んでですね、フロントから二輪ともちゃんと着実にフィニッシュまで非常に綺麗なフォームでジャンプを終えております。まあ、とにかくダートをいろいろやってもらったんですけどね、はい、どうですかね、最後にそのね、はい、感想みたいなものをね、こう、今日ですね、一日乗らせていただいてとても楽しくて、まあこれからもね、自分でももう乗りたいっていうような感じの車なんですけどね、はい、なるほど、はい、僕なんかはやっぱり見ててね、楽しいっていうのが分かったんで、この若い人にね、そうですね、まあ自分も乗りたいけどね、はい、なんかこうやらせたいみたいな感じがね、今日したんだけども、はい、一つだけね、はい、こう、なんですかね、ここが一番面白いっていうのはどこでしょうね。そうですね、相手ならですね、やはり一般走行と違いましてですね、そのダートの面白さっていうのはやはりその泥
ロンコになるんですけどね、はい、その面白さのそのフィーリングが全然違うということで、はい、ものすごく楽しい、そのリアが滑るとか、ね、なるほど、もうデカボコ道でも走れるって、はい、そういう楽しさっていうのがものすごく含んでると思うんですけどね。スピードとダイナミックな走り、これがダートトライアルの魅力です。あなたもサニーで、そしてパルサー、ラングレーで走ってみませんか。